はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリユニバースの手探り実況プレイ始めていきたいと思います。今日はですね、ギルドに関するお話なんですけども、ギルドアビス、最近ね、人がいっぱい増えました。嬉しい、ありがとう。で、一応まあ、募集も兼ねてというか、あとね、いろいろね、思って、たことがあったんで、ちょっとその辺の話をしたいかなと思うんですけども、まあ、友人がね、私のギルドに入りたいって言ってくれて、じゃあね、入ってきてって言って、で、なんか名前検索、ギルド名検索をかけるらしいんですけど、なんかね、なかったってだから今まで全然人、最初以外全然人増えないなと思ったんだけど、なんか多分埋もれすぎちゃってて、検索されない状態になってたっぽいから全然人増えなかったのかなっていう。なんでもしよかったらね、まだ8枠空いてるんで、よかったらぜひね、ご申請ください。最近ね、ギルドメンバーも増えて、ちょっと活気も出てきていい感じかなと思ってます。というわけでね、今日はギルド募集の話でしたね。 あとね、もう一個、ギルドに関するお話なんですけど、パーティー戦闘力のここに表示されるのが、グループ1の一番、ここですね。この下のここで見るとわかるけど、左、一番左、一番左であり、ここの一番上ですね。なんでね、ギルド、もし、このギルド戦闘力を意識するのであれば、一番強いメンバー、てか一番強いデッキを、その場所に配置するのが正解っぽいですね。というわけで、今回はギルドに関するお話でした。もしよければね、ギルドアビス、まだまだ、自由に入れるところなんで、まあメンバーがいっぱいになったら入れ替えとかするかちょっと考えますけどね。まあ一応ランキングとかもあるんで、まあ頑張ってね、ランキングとかもね、上げていけるようにっていうのもちょっと考えていきたいですね、今後はね。ではでは、そんな感じでさようなら。